皆さんこんにちは、整理収納アドバイザーの梶ヶ谷陽子です。今日は、10月31日に販売開始となったキャリーストレージバックパックについて皆さんにお伝えしたいことがあり動画を撮っています。まずはじめに販売初日から本当にたくさんのお申し込みをいただき、とても感激しております。早い方には今週中にはお手元に届くと思うので、ぜひ楽しんで使っていただけたらなというふうに思っております。そして、もうブログやねインスタグラムではお伝えをしているんですが、PU レザーがブラックとライトグレージュともに初日で完売という事態になりまして、これはすごくありがたいことで嬉しいことなんですが、本当にこんなことは想像していなくて、私自身もコレダ運営の方も本当に驚いております。でそれと同時にですね、私の仕事用のメールだとかインスタグラムのコメントの方にですね、PU レザーを再販してほしいという希望の声が非常に多く届いております。でそのことに関してブログにも書いたんですが、本当にこれは簡単に決めれることではなくて、というのも、私自身この数日間ちょっといろいろ動いていて、やっぱりですね、皆さんには一番欲しかった色っていうのを手にしていただきたいですし、できることなら本当にね再販簡単にしますって言える自分がいればいいんですが、ちょっとそういうわけにもいかないんですね。というのも私自身個人でこれはやっていることなので非常にリスクが高いんです。再販するっていうのは非常にリスクの高いことなので、本当にちゃんと考えなければいけないことでした。ですぐにカバン屋さんの方に連絡をして、やっぱりね、カバン屋さんに発注をかけるには最低何個からっていうのが決まっていて、でその最低何個っていうのがやっぱり私にとってはすごく大きな数なので、安易に発注かけれないんですね、正直言って。なのでここ数日間の間に、インスタグラムのストーリーズと、あとは今ブログでも絶賛開催中なんですけど、本気で PU レザーが欲しかった方、そしてもし再販したら確実に、購入をしたいと思っている方っていうアンケートを取っています。でそのアンケート結果によっては再販頑張ってみようかなっていう思ってる自分がいたんですね。もうこれは、アンケートって顔が見えないじゃないですか。なのでこれは本当に皆さんを信じるしかなくて、トートの時もそうだったんです。トートの時も再販をするにはアンケートをして、で多くの方がアンケートに答えてくださって、私は今までもそうですけど、皆さんが答えてくれてるアンケートっていうのは本当に信じてるんですよ。で信じていて、結果本当にその通りに皆さん動いてくれてたりするので、本当に私は助かっているんですね。なので今回も、その皆さんのアンケート結果を頼りに再販するかしないかっていうのをずっと検討しておりました。でインスタグラムの方はもう、ストーリーズの方でのアンケートを締めさせていただいたんですね。でそっちの方でもかなりの数の方たちが本気で答えてくれました。やっぱり中にはインスタグラムってほら、海外の方たちも見れるじゃないですか。なので、ね、わけも分からず多分回答してる方もいるので、そっちに関しては、本当に正確な数とはあんまり言えないかもしれないんですけど、やっぱりいつもねコメントくださる方とか、いつもいいねをしてくれる方のアイコン私は覚えているので、そういう方たちがちゃんと答えてくれたりしていて、本当にありがたいなっていうふうに思っていました。そしてブログの方でも本当に本気の方だけ答えてくださいって私はブログに書いているので、私はそういう方たちが答えてくれてると信じてます。なので、そのインスタグラムの結果とブログのアンケートの結果を見て決めたことがあります。それは
再販をしたいと思いますしたいと思いますので、あのピーユレザー本当は欲しかったっていう方ね、再販しますので、ぜひお申し込みいただければなというふうに思います。再販の日に関してはピーユレザー再販の日、皆さんちゃんと覚えていてください。今週の土曜日10時からお申し込み開始となります。今週の土曜日10時から、再販の PU レザーのブラックとグレージュのライトグレージュのお申し込みが、開始となります。ただ皆さんにご理解いただきたいのは、当然今発注して生産に入るので、皆さんへのお届けは2ヶ月後ぐらいになってしまいます。まあ私の中では年内中には皆さんのお手元に届くように、12月の、末には皆さんには届くように調整して、急いで今発注をかけてる最中なので、ちょっとねお待ちいただくことにはなりますが、まあ、年内には皆さんのお手元に届くと思うので、楽しみにしていただければなというふうに思っております。で、まあ、再販も数が限られてます。やっぱりそのカバン屋さんでこの数は頼んでくださいって言われてる数があって、まあ、その数は頼むんですけど、それも多くはありません。やっぱり私のリスクを考えるとちょっと怖さもあるので、そこまではちょっと難しいなっていう部分があり、まあ、限られた数にはなってしまうんですが、まあ、ブラックにしろライトグレージュにしろ、まあ、アンケートで回答をくださって出る方には行き届くんじゃないかなっていう数は発注をかけているので、ぜひね皆さん欲しかったっていう方手にしていただければなというふうに思います。あとですね、アンケートに答えてなくてもね、フィギュレーザー欲しかったっていう方はいらっしゃると思うので、まあ、そういう方はねご検討いただければなというふうに思っております。あともう一個皆さんに今日はお伝えしたいことがあります。それは以前動画でお伝えしたこの肩から脇のサポートパッドを別売りでしますって言いましたよね。PE ポリエステルの方がちょっと薄手のね洋服を着た時はここが脇が当たって痛いっていう方もいらっしゃると思うので、こういうの用意しましたっていう風にお伝えしました。でこちらに関してですが、まあ、何件かご質問来てるんですけど、こちらはまだ販売してません。今作っている最中なので、今月ですね11月中にはお申し込みが開始されますが、今はまだコレダのサイトにも載ってないですし、今はお申し込みできる状態じゃないので、ご安心ください。見つけられなかったですっていう方いらっしゃったんですが、まだ掲載してません、これに関しては。あとは価格もまだ皆さんにはお伝えしてない段階なので、こちらに関してはちゃんと用意ができ次第お伝えしたいと思います。なのでピーユレザーに関しては今週の土曜日、皆さんにお申し込みがいただけるようコレダの方でもね準備を今始めてくださっているんですよ。もう本当にねいろんな方にお願いして今動いていただいているので、カバン屋さんもそうですし、コレダさんサイトも今すっごい忙しい状況なんです。お申し込みをね確認したりだとか、いろいろお返事してる作業なので、でコレダさんの方からこれは皆さんにお願いです。PU レザーが売り切れになってしまっていて、まあしょうがないかっていうことでポリエステルを購入した方もいらっしゃると思うんですよ。でもそういう方ってもしかしたらお支払いがまだで、まあ、PU が再販なればポリエステルキャンセルしたいかもっていう方はもしかしたらいらっしゃるかもしれないですよね。そういう方に関しては、まあ、キャンセル全然できるんですけど、ちゃんとコレダさんのサイトからキャンセルする手続きをしてください。そうじゃないとコレダ運営の方がもうどうしたらいいんだろうっていう状況で、皆さんへのお届けも遅くなってしまいますし、いろんなことに影響してしまうので、ちゃんとキャンセルする方はキャンセルフォームがあるみたいなので、そこからキャンセルをして PU の方申し込むとか、そういう風な形を取ってください。どうぞよろしくお願いいたします。今日ですね、私はその再販するっていうことを決めて、どうしても今日発表したかったんです。11月3日の今日どうしても皆さんにお伝えしたかったという気持ちがあります。それはなぜかというと、本当に私事で私個人のことで申し訳ないんですけど、今日11月3日、まあ、文化の日ですよね。11月3日は私の大好きな祖母の誕生日なんですね
で、まあ、97歳で2014年に、亡くなったんですが、まあ、祖母は私がこういうねプロの専門家になってなる時から応援してくれていて、まあ、どんな時でも私の背中を押してくれる存在でした。で今回も、まあ、PU レザーの再販するかしないかっていう決断は大きなことだったので、私の中ですごい悩んでる部分があったんですけど、なんかねすごい応援してくれてる気がしていて、なんか今日こういう風に発表することによって大丈夫だよって言ってもらえてる気がして、なんか勝手に今日どうしても皆さんに発表したいなっていう気持ちがありました。なので発表させていただきました。ということで、まあ、PU レザーに関しては土曜日に再販のお申し込みが始まります。あとこちらに関しては11月中に、準備ができ次第皆さんにお伝えします。そして、これも一応伝えておきます。人気ランキングっていうのが明確になりました。なんと1位はですね、やっぱりあのアンケート皆さん本当に本気で答えてくれたんだなと思うんですけど、事前のアンケートに、アンケート結果、事前のアンケートではグレーが第1位だったんですよ。で販売日迎えたじゃないですか。でやっぱり初日一番あのお申し込みが多かったのはポリエステルのグレーでした。グレーでした。で、私はアンケート結果に基づいて全部発注していたので、グレーは本当に多めに発注していて本当に良かったと思いました。皆さん本当にご協力ありがとうございました。ということで今日お伝えしたいことはこれで以上になります。お申し込みくださった皆様本当にありがとうございます。そして PU レザーのアンケートに本気で答えてくださった皆さん、本当にありがとうございます。皆さんがこのリュックを楽しんで使ってくださることを心より、願っていますし、収納って楽しいなってこのリュックならなんか今までと違って楽しく使えそうだななんていう風に思ってくれたら嬉しいです。それでは本日もご視聴いただき本当にありがとうございました。素敵な日をお過ごしください。さようなら。